宮ヤ荘は、京都の奥山、花瀬の里にある、積草料理で有名な料理旅館で、摘み取った季節の草花や、旬の野菜に魚を取り入れた、美しい料理は、立原正明や、シラス、政子など多くの文化人から愛され、京都から、門外不出と言われてきた。また、フランスのシェフ、アラン・デュカスや、ミシェル・ブラスなどもここを訪れ、かなりの興味を示したと言われている。 奈良の加須賀大社の社家であった初代が、京都、倉間の奥の大悲山にある、花瀬の大悲山武将寺の再興に共鳴し、1895年に武将寺参りの信者のために宿坊として建てたのが、始まりとされている。三代目、当主中東吉寺が、1937年に宿坊を料理旅館に増改築し、屋号を見破そうとして、現在の形を作った。 その設計都市工は、月屋建築の匠、中村外寺が担当したが、中村外寺は、京都の俵屋旅館ほか、伊勢神宮茶室、万博日本庭園の茶室、ロックフェラー邸の茶室など、数々の旅館、料理や茶室を手掛けた名工として知られている。現在は、ザウィンザー・ホテル、東野リゾートスパに、宮間荘等や、天川を出展しており、さらに、 幻東市のプロデュースによる京都、美泉、新宿、美泉があり、門外不出ではなくなっている。なお、宮間荘東屋は、中村外寺の次男で、中村外寺公務店代表の中村義明が担当した。立原正明の長男、立原牛尾は、宮間荘で、中東吉寺の料理を学び、1991年、恵比寿に、開席、立原を開く。また、 2018年9月に公開されたアニメ映画、若おかみは小学生。では、舞台となる旅館の参考として当館への取材が行われ、建物の玄関などにその結果が反映されている。ありがとうございます。